こんにちは、クワガタです。今回は無突アレルギーの解説をざっくりとやっていきます。どういうキャラなのか、おすすめ編成、おすすめ武器などやっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずこのキャラはどういうキャラかというのを簡単にやっていきます。アレレッキーノは命の契約という状態を駆使して戦っていくキャラです。元素スキルを使うと相手に罰マークを付与し、この状態の敵に銃撃か元素爆発が当たると相手のマークを回収して命の契約を獲得します。そして命の契約が一定割合以上になると攻撃が全部炎元素になります。アレレッキーノはこれで通常攻撃を振って火力を出していくキャラです。ここからは実戦を見つつテンプについて詳しく紹介していきます。まず通常攻撃ですが、最大6段の攻撃です。これがメインウェポンとなっています。次に銃撃ですが、最大5秒間高速移動できます。マークの回収等でよく使えますね。次にスキルですが、30秒継続するマークを周りの敵につけます。このマークはこんな効果を持っていますが、下の方だけ覚えておけばいいです。そしてここで命の契約が HP の 30% 以上になったので、攻撃が炎元素に変化しました。この状態で通常を振ると攻撃力×その時の命の契約の量×割合でダメージがアップします。それと同時に命の契約を 7.5% 消費してスキルのクールタイムを 0.8 秒短縮する効果もあります。通常テンプのレベルを上げると上昇量も上がるので、通常テンプを上げましょう。爆発ですが、マークを回収して炎範囲ダメージを与え、命の契約量と攻撃力を参照して回復します。次に固有テンプの紹介ですが、まず一つ目にマークがついた敵が死ぬと命の契約を 130% 獲得して、マークがついてから5秒経つと獲得量が倍になる効果があります。このように5秒経つとマークが変化します。敵が1人ならスキル使用後5秒経ってから回収した方がいいですね。次のテンプですが、攻撃力が1000を超えていると超過分100につき全体性が 1% 上がります。ベネバフなので攻撃力を持ってもその分は反映されないので、その点は気をつけてください。最後のテンプですが、戦闘中炎バフが 40% 上がりますが、爆発の治療しか受けられません。ヒールはできないのでシールダーなどが欲しいところですね。次にパーティー編成についてですが、やっぱりベネットは強いですね。基本は入れたいところはあります。次は中段耐性枠が欲しいですね。脆いのでシールダーが安定します。最後はバッファーですね。カズハだったりイエランだったりとか強いのを入れましょう。他に組むなら星4との妖怪編成やシュブルーズ入れて、カフカも結構強いです。他にもオノパイノなど編成幅は結構広いです。組めるものを使っていきましょう。次に戦闘の流れについてですが、流れとしては先にスキルをかけてバフをかけて回収して殴るといった感じです。敵が複数いるならそのまま回収しても OK です。敵が1人なら先にバフをかけて、敵が2人以上ならどちらでも OK ということを覚えておきましょう。次におすすめ武器についてですが、無課金におすすめなのは白衛装ですね。リーウェイの宝箱から出てくるやつです。星3ですがダメバフが多くて率も結構漏れます。基礎攻撃力は低いんですけど、ベネットでカバーしていきましょう。他には星4だと気候槍がどっちも強いですね。黒眼とか火力上がるものなら割と何でもいいです。やっぱりベストは持ち武器なんですけど、ゴマとか和白炎もその次くらいには強いです。持っている中で一番いいのをつけましょう。次におすすめ生物ですが、やっぱり最適なのは新しいやつですね。余裕があるなら厳選していきましょう。この次は剣闘士ですね。結構集めやすい上にかなり強いので、個人的にはおすすめです。それ以外だと雷霆の余興とかですね、個人的には剣闘士でも結構十分戦えるかなと思います。最後まとめですが、無突無持ちでも超強いキャラクターです。間違いなくアタッカー最上位クラスだとは思います。ちょっと脆いんですけど、火力は結構バカげてるとは思います。アタッカー欲しい人には超おすすめできるキャラクターになっております。てなわけでざっくり解説していきました。何か質問等あればコメントよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。